5番の菱沼元気もこの神奈川勢を追っていきまして、残り2周回ペースが上がります。突っ張っていく7番の阿部海斗、4番の関根健太郎引きれませんでした。その間に5番の菱沼元気も後位を狙って3番手ですが、引き離していきます。7番の阿部海斗先行勝負です。7番阿部海斗先頭で残り1周半、追走には3番の阿部拓磨好ポジション、5番の菱沼元気は3番手、宮城勢に車間を進めていきます。最終周回のホームストレッチ、あとは4、5番手に6番の寺沼拓磨、1番の小宮武史、地元勢は中段、残り1周切って縦長、4番の関根健太郎は今日は6番手、さあ車間を切って3番の阿部拓磨が5番の菱沼の発進に合わせる、そして6番寺沼拓磨2番手と上がってきたが、3番の阿部拓磨が振り切る、追って6番の寺沼、3番手接戦、菱沼元気か関根健太郎か、さあ先頭阿部拓磨、阿部拓磨ゴールイン、6番の寺沼拓磨惜しくも届かず2着。